YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。フレックスハイエース南大阪店営業のタカです。今回ご紹介していきますお車、こちらの車です。はい、新車、新型ハイエースワゴン GL の、肉ガソリン車フレックス内装アレンジバージョン1の、特設カラーライトイエローが入ってきました。はい、こちら早速ご紹介していきたいと思います。はい、まずこちらトヨタセーフティセンスがついております。そしてその下にパノラミックビューモニターのカメラと、パーキングサポートブレーキのインテリジェントクリアランスソナーがついております。はい、そしてこちら現行のハイエースはフォグランプが純正で LED 化になっております。はい、そしてこちら415コブラ様のクリーンルックリングスポイラー、こちらがボディ同色でついております。はい、そしてこちらサイドミラーの方もボディ同色ペイントされております。はい、そして続いてこちらフレックスオリジナルオーバーフェンダーもボディ同色ペイントとなっております。はい、そしてこちらタイヤホイールですが、まずタイヤの方が、オーレンカウンターのクラシックオーバルホワイトリボンのタイプとディーンクロスカントリーのマーガレットホワイト、こちら16インチでついております。はい、そしてパーキングサポートブレーキリアにも4点ございますのでご安心ください。はい、そしてこちらデジタルインナーミラーのカメラの部分となっております。はい、それでは内装の方もご覧いただきます。はい、こちら電動スライドドアとなっております。はい、内装こちらです。はい、こちらフレックスオリジナルバージョン1ですが、なんとフレックスオリジナルシートカバーのこのストライプ柄に合わせてオーダーで今回作成させていただきました。かなりおしゃれです。はい、で木材の方も全部茶木目となっておりまして、全体的に明るいちょっとカジュアルな雰囲気となっております。そして運転席、助手席、後ろと同様にシートカバーつけてあります。はい、そしてフレックスオリジナル木木目のインテリアパネル、シフトノブ、ハンドルセットで今回つけております。はい、そしてフロントのナビがイクリプス7インチナビになっております。はい、ちょっとだけお見せしますね。こちらバックカメラとパノラミックビューモニター、こういった形で映るようになっております。はい、そして、後部座席のフリップダウンモニター、こちらもついております。カロッツェリアの 10.2 インチですね。こちら手で開くタイプになっております。はい、そしてこちら純正オプションのデジタルインナーミラーのカメラの映像がこちらに映っております。こちら今回入庫いたしましたハイエースに関しては、今までの商用車間のイメージをすっと吹き飛ばすようなデザインとなっておりますので、カジュアルなおしゃれなお車に乗りたいとお考えの方はぜひ一度ご来店ください。はい、それでは今回のこちらのご紹介は以上とさせていただきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。